昨の乗り物チャンネルでは、登録者数6000人を記念いたしまして、現在このような T シャツを販売中です。一番前には、当チャンネルのロゴマーク黒丸に、黄色の文字でサーと書いております。でこれの、黒色バージョンも販売しております。T シャツ黒自体に、黄色の文字でサーと書いております。でこちらの文字も、黒色の T シャツでは、入っております。また色が異なりますので、ぜひチェックしてみてください。現在、コミュニティでもこの T シャツの販売の、告知をしております。また旧 TwitterX でも、DM にて販売の受付をしておりますので、ぜひ欲しい方はチェックしてみてください。はい、どうもさっくんです。今回はこちら近鉄大阪難波駅に来ております。本日はこちらから旅を進めていきたいと思います。今回は週末フリーパスナーではなく、難波駅の地下にあります金券ショップにいて近鉄の株主優待券を購入。この時の相場はだいたい2000円ぐらいでした。今回は家族3人で伊勢方面へ向かいます。伊勢志摩方面へ向かうとだいたい片道2000円超えますので、あらかじめ前日に金券ショップを何軒かリサーチしておき、ナンバーウォークの13番出口あたりにあります金券ショップを 2,3 軒回り、買う主優待券を自分と嫁の分往復4枚買いました。今回12時前後に出発するということで、ナンバーウォークにておむすびなどを購入しておき、他に買い出しがないかと東口の方へ向かいましたが何もありませんでした。その道中でガチャガチャコーナーを発見。家族で行くとガチャガチャコーナーを発見すると絶対に全ての機械を見て回ります。あ、違う、これじゃない我らはこれじゃない。色とりどりで名古屋へ行っちゃう。時刻は12時ちょうど。一番乗り場から先に名古屋駅特急火の鳥が出発でした。自分たちが乗るのは賢島駅特急ビスタカーです。ビスタカーは一応時刻表に V という表示がされており、その車両だったら2階席があります。今回はなんとこの2階建て車両の1階を3人で取りました。グループ利用を目的とした1階席。この座席は3人以上で取ればだいたい5人で座れる席を広々と占領できますので、かなりお得です。出発時刻まであと10分というんですが、火の鳥の自販機を発見。ここで注目しておきたいグッズは近鉄の運転手さんが使っていたスタッフ表です。これを1枚400円で買えるんですが、なんとこの時は売り切れでした。途中の停車駅は日本橋、大阪上本町、古橋、布施、河内小坂、東花園、東花園から大和西大寺まで各駅で、これで安かったっけ、生駒、学園前、大和西大寺へは後の配車。それでは乗っていきましょう。12時10分発賢島駅特急、乗車するのは2号車ですのでちょっと急ぎました。階下のところまでベビーカーを持って行き、階段を降り切ったところがちょうどベビーカーを置くスペースがありましたので、そこまでベビーカーを持って降りて、その階段を降り切ったところで子供を降ろして、その後子供を自由行動させました。ここまでなんと爆睡してましたので、起きた瞬間にこの階下のビスタカーに乗っていたということでかなり驚いておりました。乗り込んで荷物を置いてすぐぐらい12時10分となり、列車は大阪難波帝国に出発です。この目線の高さから見る電車はかなり新鮮で、ホームの下の方は見えるのはもちろんのこと、電車の床下もたくさん見ることができます。これはかなりテンションが上がります。列車は大阪上本町に停車して、次は鶴橋というところで地上に上がりました。階下といえどやはり電車は車体が高いので、止まっていた汽笛車の運転台と同じぐらいの高さでした。鶴橋を出発です。
電車の床下がもろ見えるぐらいの低さです。地上に出てから見えるものがたくさんありましたので、かなり迫力があります。今福福線区間ですので、大阪線の車両は少し遠いのですが、やはり床下が近いので N ゲージに参考にする床下の配列などを確認することができます。まあそれだけのためにこのビスタカーの会社に乗る人はほぼいないでしょうが、これだけ近い分チェックはしやすいかと思います。船里駅の通過中です。なんと阪神線形は阪神タイガース優勝記念のラッピング車両でした。タイガースの選手も下から眺めるという、これも新鮮な光景でした。伏せを通過中です。対比している通勤車両の床下とドアの下の方が見えてかなり面白かったです。列車は順調に大阪府八尾市を走っていきます。途中で高安車庫が見えてきました。普段見ているこの景色も全て下からの目線ですので、ちょっと迫力が増してきています。改めて列車がホームを通過するとき、目線が完全にホーム上の高さですので、ホームの下の空洞まで全て見ることができます。踏切の路面の高さもかなり近いです。そして線路も近いですので、光が反射するとかなり眩しいです。高安北車庫を通過中です。先ほど通過していた高安南車庫の方では車両の改造工事なども行っており、他線の車両もいますが、こちらに関しては車両留置するだけの車庫となっています。そして毎度毎度近鉄鉄道祭りでお世話となっている五移動研修車庫を通過中です。この車庫の横の景色に関しては残念ながらビスタカーの1階からは全く見ることができません。かろうじて車両が留置しているぐらいしか分からず、車番なども全く横から見えませんでした。そして鶴橋を出て1つ目の駅、大和高田駅に到着です。鶴橋駅に到着した時はお客さんがたくさん待っていましたので、1階席に座っていると誰が座っているなどの口パクでも分かるような待っているお客さんからの視線をかなり感じましたが、この辺りで停車するとお客さんもまばらですので、何かと自然な雰囲気を味わえます。ちょうど反対列車がやってきました。通勤車両の車番がちょうど確認できるぐらいの高さです。上本町よぐりの2両は 1436F、 1本しかいない形式。そして伊勢寄りの4両編成は2430系。こちらの車番に関しては中間に1810系からいただいた中間のトレーラー車両をつなげて4両編成化しており、1810系からいただいた中間をつなげた4両編成は2本しか存在しません。列車は大和高田、大和八木と停車してき、長谷寺付近の連続急勾配を上り切ったところで灰原駅に到着。反対列車もなんと22000系 ACE と3万系ビスタ X でした。ということは停車した時に互いの列車の1階席同士が目が合うかもしれませんと思ったのですが、反対列車のちょうど中間の位置に目線が止まってしまいました。列車は名張駅を出発、目的地まであと半分ぐらいというところでしょうか。こんな目線から見る近鉄大阪線の車窓なんてあまり見ることがありませんでした。進行方向左手には名張車庫があって車両がたくさん止まっていましたが、撮影するのを忘れてました。こちらの1階席はなんと進行方向右手側に寄っている席ですので、あまり分かりませんでした。どんどん山あいにまた入っていきます。こちら西青山駅を通過中です。こちらの駅の1日の乗降者数は近鉄ワースト1位です。西山、東山などの三角区間を通過し、いよいよ榊原温泉口を出発。次は名古屋線と山田線などの合流地点、伊勢中川駅です。そして名古屋線、山田線と合流するジャンクションである伊勢中川駅に到着。鶴橋駅を出てからこの進行方向右手の扉が開くことはなかったのですが、右側の扉が久々に開くんで、こ
この目線の高さはあんま気にしていませんでしたが、やっぱりこのホームの地面すれすれに窓がありますので、本当にお客さんに蹴られそうな気持ちでいてました。窓とホームの高さは本当に一緒ぐらいの高さです。なかなかこんな光景の伊勢中川駅見ることがないでしょう。反対には連絡する名古屋駅の伊勢島ライナーが到着。大阪からやってきたお客さんはここで乗り換えする方もいらっしゃいます。続けて松阪駅に到着。こちらも進行方向右手の扉が開きます。またまたホームすれすれです。松阪も伊勢市や宇治山田に続く有名な観光地でして、この車両の2階席からかなり降りていくお客さんがいました。今回自分の目的地は伊勢市ですので、この駅を出てから降りる準備を始めたいと思います。いよいよ次は目的地である伊勢市駅、少し距離はありますが降りる準備をしておきましょう。さすがに大阪ナンバーの時のように子供をベビーカーに乗した状態で階段を上るはきついですので、この駅を出発したと同時にベビーカーを一旦真ん中の扉の前まで持っていきます。そして一緒に階段を上らした上でこの扉の前でベビーカーに乗せました。そしてようやく伊勢市駅に到着。ちょっと乗り心地が悪かったのか嫁は酔ってしまいまして、ちょっとホーム上で休憩です。乗ってきた1階席を改めて確認しましたが、忘れ物はありませんでした。列車は賢島駅ですので、このまま宇治山田方面へ出発です。ここまで安全運行していただきありがとうございました。ということで無事伊勢市駅に到着です。日帰り伊勢旅行ですので、帰りの列車までだいたい3時間時間を取りました。伊勢市駅の周辺にも観光地がありますが、その中でもちょっと面白い名前、豚捨てという店にやってきました。昔捨て吉という男が豚を飼っており、その肉で食肉店を開始、その名前が豚捨て。もう一つ伝説もあって、そしてこの店で牛肉も販売したところ、うますぎたので豚を捨ててしまえと客から言われ豚肉を投げられたというのも伝説となっているそうです。実は松阪牛のルーツであるこの伊勢牛の牛肉コロッケ、かなり美味しかったです。ということで伊勢市の周辺を観光し、帰りの特急島風に乗って大阪難波まで帰りたいと思います。ちょっと寒かったですが、家族3人での伊勢日帰りの旅、お土産などもたくさん買い、あっという間の時間でした。ホームに降りると、なんと反対側のホームには伊勢鳥羽島メモリーが入ってきました。こちらは海のショーですね。こんなに間近で見たのは初めてでした。うん、鳥羽島メモリー、うん、あ、そうそうそう、よう見てんな、これ。そう。まもなく4番乗り場に16時43分発大阪難波行き特急、難波行きの特急島風が参ります。だよ。そして鳥羽島メモリーの後、なぜか回送列車がやってきました。こちら2両編成の1201系でした。大阪だとこの携帯の形だと VW21 か南大阪線の6600系ぐらいしか見ることができません。そして乗車予定の大阪難波駅の島風が入線。やはり前面のデザインが奇抜ということもあり人気の車両です。鳥羽や宇治山田からすでにお客さんが乗っておりました。今回は5号車の一番大阪難波寄りを取りました。
チケットレスサービスで3回まで変更可能でしたので、1回目は車椅子を取っていたのですが、伊勢市観光中にチケットレスサービスを確認すると、なんとこの5号車の一番前が空いておりましたので、撮らせていただきガッツポーズをするぐらい嬉しかったです。ちょうどデッキの真横ということもあり、子供の暇つぶしの道具をその、ま、テーブルの前に置き、ベビーカーを自分の足の前ぐらいに置けるというちょうどいい座席を取れました。列車は前のディスプレイに全面展望が表示されています。ただいま93キロだそうです。この全面展望時々しか出ませんので見逃せない映像です。子供は火の鳥のデザインのクマを握りしめたままアンパンマンを見ております。初めての長旅の列車に興奮し全く寝てくれません。あっという間に伊勢市の次の停車駅大和八木に到着です。ここでは大和八木停車の火の鳥と並びます。火の鳥の方は8両編成ですので、伊勢方面で2両分ずれる形となります。これを大阪寄りで見るとちょうど先頭が並ぶということです。どちらも豪華人気車両です。数時間前までは伊勢にいたというのに、あっという間に奈良県まで帰ってきました。大和八木の次は大阪に入り鶴橋です。この駅から仁奥地短絡線を通って京都島風は京都方面へ、この列車は引き続き大阪線を走り大阪難波方面に向かいます。実は島風の中で一番長い距離を走る列車は京都行きの島風です。最初にデビューした大阪の島風と名古屋発の島風、なんと京都島風が一気に距離を追い越したという形になりました。そしてこれの使用車両ですが、この京都、大阪、名古屋全て使用すると予備車両がないようです。そのため運休日は別ですが、運転日に車両が足りない場合は一般車両での代走を行うようです。この豪華なグレードからいきなり一般車両のグレードに落ちるのはちょっと悲しいですが、そんな異例な運用もたまには見てみたいものです。そして大阪に入って伏せの近くで奈良線と合流し、いよいよ鶴橋は目の前です。夕方の鶴橋駅に到着です。向かい側には3番系ビスタ X が停車中。こちらは行きの特急列車で乗車しました。こちらから開始席の窓を見るも、やっぱりホームのスレスレの位置にあることが分かります。鶴橋は夜になると焼肉の匂いでかなりお腹が空いてくるところになります。列車に乗っててもたまにその匂いが入ってきて焼肉が食べたくなってきます。いよいよ終点の大阪難波駅に到着です。大阪上本町に到着の時点でデッキにベビーカーをセットし、子供も嫌がらずにおとなしく乗ってぴったり大阪難波到着に間に合いました。今回は座席の紹介や車内のカフェ席などの紹介できませんでしたが、かなり快適な座席でした。伊勢の帰りはもうこれしかありません。お客さんが全て降車したのを確認し、足早に回送として引き上げ線に入っていきます。ここまで安全運行していただきありがとうございました。ということで日帰りでしたが、あっという間の伊勢旅行でした。ベビーカーもありますので、このまま 100m 先のエレベーターの方に向かいます。その後難波の難波ウォークのあたりで晩ご飯を食べて帰宅することになりました。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。また旧 Twitter の X インスタもやっております。登録者数6000人を記念して最近では記念 T シャツを販売中です。ぜひご購入ください。